今からですね、机の方の足をつけていこうかなと思ってます。で、木でね、作ろうかなと思ってたんですけど、まあ、あんまり見えへんとこなんで、普段は。で、軽くて、まあ、丈夫なのがええということで、今回ね、ホームセンターでこんな足が売ってたんで、ちょっとうまいこといくかはね、わからないんですけども、もうあかんかったらこういう風に、両サイドにつけようかなとは思ってるんですけど、とりあえず、試しに1個でやってみたいなということで、これから取り付けの方をね、していきたいなと思います。だから20で、まあ下穴をね開けていきたいと思います。これでガチガチに止まれば1個でと安定すれば、ちなみに昨日ね、ドライバー KTC のね、プラスのドライバー買いました。プラスだけはええの買っとこうと思ってね、もう作業終盤なんですけども、ようやくええのをねゲットしました。やっぱ全然食いつき方がね全然違ってきますね。これぐらいのプラスを買っとくとね、回しやすいよな。じゃあ俺が動いてん、そりゃそうやな、俺足やもんな。これでどういう感じになるか、はい、ぴったりする。先ほどですね、この机の足をね購入してきたんですけども、まあ一本でもなんとかね支えられへんことはないなという感じだったんですけど、まあせっかくね美味しいご飯食べてる時にもしバランス崩れてね倒れて晩ご飯がね食事が台無しになることを思ったら、もう日本ここはもうペチランとつけとこうという結論に至りましてですね、まあ、先ほどね買ってた来たのとプラスしてね購入してきました。でまた足の長さなんですけど、ホームセンターのね高速切断機また使用しまして、カットの方ねしてきました。折りたたみ式なんですけど軽くてね結構丈夫でコンパクトでよかった、ええなっていう印象を受けたんで、今回ねこれを使用しました。まあほんまはキャンピングカー屋さんのね足とかもええなとか思ってたんですけど、ちょっとでも節約できるようにと思って、この足でね1本で1400円ですね。なんで2本買ったんで2800円ですね。まあまあいい品物なんで
全然ありかなと思います。キャンピングカーの店で買ったらこれだけで足だけで1万円ぐらい、足だけで言えば1万5000円か、まあ5000円ぐらいはねすると思うんで、まだ多分半額ぐらいで収まったんじゃないかなと思われます。まあ付けるの簡単で、ほんまに下穴をね開けまして、下穴開けましてとは偉そうに言ってますけど、最近ちゃんとやるようにしまして、下穴開けましてね、でそこにネジをねじ込んでいくだけの超簡単な仕様になってますんで、多分もう2本足つけたらかなりね安定感は出てくるんじゃないかなと思われます。快適なね机の椅子と机のなんていうんですか、高さのバランスというか、それをちょっと考えてたんですけど、椅子とテーブルの高さがですね、だいたい28センチから30センチくらいが快適なんかなと、こう勝手に編み出しましてですね、一応その段取りでね取り付けというかサイズの方はね決定しました。なんで椅子がだいたい30、マット合わせてマットのとこがねどれぐらいかでちょっと変わってくるんですけど、椅子がだいたい33センチ4センチぐらい、まあ、低かったら2センチぐらいで、机がだいたい63センチぐらいですかねという僕の予想ですんで、まあだいたい30センチ差ぐらいで快適なね高さかなと思います。作業とか結構やる人とかはもうちょっと机とパソコン作業とかね多い人はひょっとしたらもうちょっと机と椅子との差が狭い方が28センチとかの方がいいかもしれないですね。ノートパソコンでもちょっとね置いて作業しようかとかでしたらね、28センチとかぐらいがいいかもしれないですね、椅子と机の差が。まあ、ご飯食べたりっていうのがメインっていう場合は30センチぐらいがいいかもしれないですね。まあ、完全に個人的な感覚なんですけども、はい、一応ねこんな感じで組み付けの方をねしていってます。で、まあ、次向こうにもね支えの方を止めていかないといけないんで、そこまでねやっていきたいなと思います。まあ、2本足になったらだいぶね安定感は出てるかなと思います。このね、ちょっと工作してきましたと、木を後からつけていきますけども、はい、一応ねちょっと友達に今持ってもらってるんですけど、まあ、こんな感じのね高さで、まあまあまあ作業もできることはないかなと思います。ちょっと高いかなって気もしますけど、まあ子供ちょっと乗せたりとかも考えたんで、子供乗せたりしたらちょうどいいぐらいかなって思います。で2本足になったおかげでねだいぶ安定感出てます。で向こうもまだここから支えるんで、かなり安定性は出てくるかなと思われます。はい、というわけで向こうの支えもねちょっとやっていきたいと思います。はい、今からね、テーブルのね土台の方をね固定していきたいと思います。向きがこうしてあるからこの感じで、今からね下穴開けながらねつけていきたいと思います。これで平行でね、この面がな、果たしてな、うまい平行なのかどうかっていう話もあるね。一緒に住みたらめっちゃずる。これでいこう。なんかちゃうかな。止まるの？
置換を取ったやん。かまってね。どうすか。ちょちょちょ。まあやっぱちょっと入れるか。入れる。まあまあまあ。だいぶええ感じいっちゃいますか、これ結構な。おバッチリ水平出てるで。出てる、うん、すごい水平がちゃんと出てました。めっちゃまっすぐ出てました。嬉しいな。ぴったりやで。ぴったり中のぴったりやで。すごいな。でここまあ70点80点ぐらい。あー、若干歪む。まあ地面とかもあるから。まあまあ合格ラインじゃないかなと思われる。運転中ですね、ここでね、なんか食事したりとか作業したりとかっていうことはまずないんで、まあ多少ねこう動いたりはするんですけど、もうでも結構しっかりしてる。平行も出てるしな、いい感じかなと思われます。まあ、これ多分置いても転がれ、まあ、入ってるから空だとしても多分転がれへんと思う、これやったら。で、こんな感じでね、机で、まあ、食事したりとか作業したりとかねしようかなと思って。はい、というわけでね、今、まあ、何をしてるかというと、これ枯れないとフォームというね、断熱材なんですけど、これスタイロフォームとね同じようなもので、まあ、価格が少しだけ安かったっていうのと、僕好みというか思っていたね分厚さが 15mm でありましたんで、これをね今回使用しております。で、今枯れないとフォームというこういう白のまあ、発泡スチロールみたいなところに、外側にですねこのアルミ、これ100均なんですけどアルミのシート買ってきまして、これをね窓に密着させようかなというふうに思っております。はい、で今ねこれ貼ったんですけども、この貼ったやつをね今からねマットの方を貼ったやつをですね取り付けしていきたいと思います。サイズをねぴったりにしてますんで、もうはめるだけと。もうちょっと押せるで、こっち押す？うん、まあ、こんな感じでぴったりね。テープいるかもしれない。だいたいは収まってるけど、じゃあまあ、一応ですね、枠通りにこう切ってますんで、こんな感じで綺麗に収まってます。ただまあ一部ちょっと若干ね隙間というかあるんですけど、でまたこっち側の面にもね何か貼りたいなというふうには思ってますんで、何かね貼りたいなと思ってますんで、ちょっとその辺もね考えていきたいと思います。まあとりあえずね一旦まあこんな感じかなといった感じです。ね、一応ですね中に断熱材、まあ、外側の方にはアルミのシート貼って内側にカネライトフォームつけたんですけど、で、まあ、それでね断熱はだいぶできてるんですけど、まあ、抑え方ねまたどうしようかなっていうところです、正直。はい、で、まあ、表面にはねこういう、パンチングボード、有効ボードですね、有効ボードを取り付けて飾りました。若干
こういう隙間が空いたりしてるなっていうところがあって、ちょっとこの辺はひょっとしたらやり直しせなあかんなと思われます。こんな感じの隙間がちょっとにくそうですね。こういう見えてるっていうのはね、ちょっと小さいかなっていうふうに思いますので、またちょっとやり直ししたいと思います。というわけでね、今回は、テーブルとでこちらの有効ボード、断熱窓の断熱と、2つやりました。でまあちょっとね、これからまだいろいろやっていかなあかんこともあるとは思いますけども、今日はこの辺で。だいぶ形になってきて、もうあとカーテンとかつけたらすぐにでもね、もう旅行に行けるような感じでございます。というわけでね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。